ゆうこです。今週は愉快な目をお送りしました。歌詞がまるで我が家のことを歌っているようでした。私はヤギさんの目に加えて牛さんの目を持っているようで、よくもうとも言っています。皆さんはどんな目をお持ちでしょうか。考えてみるのも楽しいですね。それではまた来週。